わー、やばい、脳震盪が起きる。いや今日散歩してて分かったけどさ、俺って最弱なんだなって思った。俺ね、草とか避けるんだよ。で、なんで避けるか分かる？草の方が強いから。で、俺の方が強いって分かったら草をオラーって言ってくじゃん。でも俺草避けるんですよ。あ、すいませんみたいな感じ。俺最弱なんだなって思った、散歩して。あとなんか散歩してネタ探してって言ったけど、めちゃくちゃネタ溢れてたけど、普通に地元バレるから嫌だなっていうのでね、うん。草がたまにあるじゃん。田舎ってのがバレたな。草なんで生えてねえよ、都会に。まあ草でね、草うぜえなって思って。俺草より弱いんだよね。で、俺は逆浜裕次郎っていうか、本当にね、てか何、今日も一日っていうさのでふざけるの俺嫌だな。なんかでも面白い画像見つけてくるの大変だからな。逆ビーガンとかさ、今日も一日でも画像を探しただけで、なんだろうな、もう力が途絶えたんだろうな、面白画像。まあ、フィッシャーズがね、ワンピーススタンピードに出るってことだけど、まあまあもうね、クソだから。なんか声優も変わったでしょ。なんか歌姫が変わったりとかしてるから、指原なんとかになるって言ってるから、もうクソなんだよね。うん、でもフィッシャーズがいるのは、まあ、もう宣伝ですよ。もう基本この声優あるから見に来てねっていう、その7つの大罪と同じくらい位を下げてるっていうか、まあフィッシャーズ目当てで来てくれる人のために、だから赤坂赤先生のね、そういうので、あ、そういうことかってわけでさ、その100年連載続けても見に来てくれない人、だこれからそれでさ、今回ワンピーススタンピードめちゃくちゃ面白いと思うわけだから、俺別収録でやってほしいな、完全版ワンピーススタンピードってやつ で竹中さんってさ、あの人すごすぎじゃない。普通に俳優もやっててさ、声優もむちゃくちゃすごいっていう。金獅子の式ですよ、あれ。あれもなんだろうな。だってあれ、もう良すぎてさ、原作でも出てきちゃってんじゃん。あんまり金獅子の式について出てこないけど、いいよな。金獅子の式、ほんといいよな。確かに実力はどうなんだって話だけど、普通にまあルフィのあんなパンチ食らってね、立ってる方がおかしいし、20年もね、突っ立ってた。まあ、ぼーっとしてただけだしさ。実力は落ちるよなって思ったけどね。いいよね、金獅子の式。面白いよな、俺。すごいよね、竹中さんね。でもさ、海賊ってなんだっけってなる感じの人多いよね、あの世界ね。白ひげだってさ、あんな服装さ、まあちょっと前までは若白ひげって、まあ俗称っていうかね、通称、若い頃の白ひげはその、この海賊の帽子みたいなの白いバージョンみたいなかぶってますけど、いいよね、若白ひげ。俺若白ひげね、何体持ってっけね。若白ひげ、何体いるんだっけ。俺2体くらい持ってるはず。いいでしょう、トレクルで。いやー、俺若い頃の白ひげってどれくらい強いんだろうって意味でワクワクしてるんですよね。最強でしょ、若い頃の白ひげ。超強いでしょ。今は4校クラスだけど、ちょっと前までは。あ、やばい。下向くとさ、息ができなくなる。デブじゃん、本格的に。やべえ、こうやると死んじゃう。死んじまうよ、俺。あ、いや、違う。疲労で疲れてんだ。でもな、トリクルやんなきゃな。あ、やばいやばい、足が死んじゃう死んじゃう。そんなに人間はすぐ死にまへん。うるせえんだお。泣いちゃうね、そんなこと言われたら。俺は泣いた今。うるせえんだお。
たぞもばんのめいぬぬうんち、やめてほしいね、そんなことするの。パンチパンチパンチウルトラマンマンマックス、ウルトラマン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 ウィーアーだから著作権やばいな。うざっ、著作権殺しじゃん。これで今のでトゥルルルルーみたいなのが入っただけでさ、著作権なんちゃらかんちゃら言われたら嫌だな。対決ルフィが復刻開催。最近トリクルやってますけどね。なんか、そんな力入れてはやってないです。別に。熱に浮かされ、舵を取るのさ。誇りかぶってた。宝の地図も確かめたのなら伝説んじゃない個人的な嵐は誰かのバイオリズムの勝手思い過ごせばありつけの夢を疲れた、あ疲れた、あ疲れた疲れた、あ疲れた疲れた疲れた、あ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 疲れたって言うとどんどん疲れてくるからやばい、衰弱してくよ、衰弱は嫌だよ、衰弱は嫌だよ。デレレレンレンレレンレン。エドワード・ニューゲート。すごいね。若白ひげ。若い頃の白っていうか、キザルのあの発言いいの？エドワード・ウィーブロー、若い頃の白ひげを見ているようだね。実力だけはって言わせてんのやばくない？そんな強いやつ出ちゃダメでしょ。若い頃の白ひげ、実力だけ、まあいろんなものが伴ってそのね、まあ白ひげってわけですけど、もうその戦力パワーだけ、実力っていうかね、それだけで言ったら若い頃の白ひげを見ているようだってキザルに言わせるんですよ。そんな化け物さ出しちゃダメじゃん、強すぎるから。ワンピース見るか、80巻の800には、これ80巻ね、そこそこね、俺はね、普通に旅行行った時にね、全部ね、魚人島編からパンクハザードの最初ら辺がね、10巻くらい買ったんですけど、全部飛行機に置いてきました。はい、アホです、俺は。今それを持ってたら、俺はね、楽しいワンピースライフ、魚人島編まるまる読めたのに。なお、なおまだ。海軍大将だろうが四皇だろうが全員ぶっ飛ばしていかなきゃ俺は海賊にはなれねえんだ。フチトラもこのエレファントガンをやれるのすごいな。エレファントガン俺やっぱね、ザコみたいに言われてるけどやっぱ強いよ、パワーはやっぱ強いと思うんですよ。だって軍艦一隻ぶっ壊してるんですよ、普通の状態でギアサードって。重いし硬いし、骨風船は硬えみたいなこと言ってるじゃないですか。多分重いだろうしね、それが武装効果もまとってさらに硬くなった、うーんみたいなさやつだよ。弱いわけないんだよ。でもみんなそのギアホースと比べたらかすんじゃうってだけで。
頭は悪いんだろうね。実力だけで、まあ、人望がなかったりねえするっていう。でも一応めっちゃかっこいいらしいんで、まあ、そのめまあ頭はそんなに良くないんだろうけど、ウィーブルはめちゃくちゃかっこいいらしいんで、まあ、かっこいいっていうのはそういう精神の話だったり、生き様とかだったり男気だったりする話なんで、強さだけ、まあいろんなものがあってこその白ひげってことなんだろうけどね。ね、若い頃の白ひげをって言わせるのすごくない？やっぱりすごいな。でも白ひげの写真ってことは懸賞金の手配書もあるだろうし、レイリーさんの懸賞金どれくらいなんだろうね。でも多分俺はめっちゃ高いと思うんですよ。なんかねすごい理由で一律10億アップくらいしてると思うんですよね。あの懸賞金10億じゃ済まないかもしれない。そのやっぱグランドラインを一周してきたってわけで、船員クルー全員の懸賞金がめちゃくちゃ高いかもしれない。クロッカスさんも下手したら高いだろうし、てかゴールドロジャーの船員たち今どこにいるんだろうね、全員ね。でバレットってどっか出てきたりするのかな。あのさ、こういうサングラスかけてチャンってなったさ、こういうおじさんとかもさ、あれもどっかにいるのかな。今日土曜日ですよ皆さん。俺最近早バレ見てないんですよ。偉くないっすか俺ね。いやそんなんで褒めんなよってね。いやそんな普通で、いや俺早バレ我慢して、なんで俺早バレ見ないかってね。いや中途半端にネタバレ見ちゃったって意味ないじゃん。あの中途半端に画質も悪いし順番もぐちゃぐちゃなので、見たってその衝撃がただ薄れるだけなんで、俺は早バレ見てないんですけど、まあワンピース .com の早バレは見てます。俺はなるべく見ないようにしてますけど、なるべくね、検索最近もね、であんま出てないね、おすすめ欄とかにも。めっちゃ見てますから。いや、ワンピースしか見てないです。それ、他以外のね、見てないですけど。いや、本当に早バレ見たくて見たくてしょうがないですけど。ね、早バレ見た方がいいのかな、俺は。いや、方がいいよ。最近は見るのやめました、早バレ。本当は見たいけど、でもなんかその完璧な早バレじゃないからさ、あれは。ロケットのコイン、そして You wanna be my friend. We are we are on the moon. We are しびたれた夜をぶっ飛ばします。91巻って何話あるんだっけ。2、4、6、や、と、11、そっか、11話ってギリギリらしいんでしょ。なんか単行本の値段って11話以上で値段が上がるんでしょ、あれってなんか言ってなかったっけ。ワンピースも買わなきゃな、電子版で。見開きが見づらいらしいんでね、それでなんか評価1にしてるやつらいっぱいいますけどね。92か、見開きどこら辺が見づらいんだろうね。うろろろろ、あれあんまワンピースのネタバレばっかしちゃう人だから言いたくないけど、雷鳴発見もう出たかな。 We wanna be my friendヘイコ来ます。こう閉じたらいいんだよね。音が出る。
おい、ケツを引き締めると音が出るらしいんで、今閉じたんでブユッみたいなね音が出ました。拍手。なんかね、俺これ見たらすごい動きが小さくて、ブーみたいな、ジューみたいなさ、これくらいやっぱ動かないと分かりづらいわけよ。あの頂上ジャッジ、脳梗塞。いやね、動きじゃない、こう情緒が出ないな。こっちは情緒が出ない。ここのさ、バン、はい、バン、このね、スーパーなんだろうな、半物質作るとき圧力かける的な拍手、雑談って言いそうになった。全然雑談じゃないな。今の唾で壊れたらどうしよう、機械が。あーもう疲れた、疲れた。疲れて言ったら本当に疲れちゃうからやめよう。落ち着いて、落ち着かんだよ、落ち着けば疲れないよ。寝てんじゃん、何が落ち着くで、寝てんじゃん。オンザクウィアンアリタケイの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ワンピースチュン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 。はぁ、疲れた。はぁ、ため息ちゃった。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ、時には僕の胸で泣いてくれよ。お、またヘレそう。あ、でね、あ、でね、なんかさ、そのケツの圧力をさギュッてやろうとしたら今度あのヘが引っ込んじまったよ。ダメだ、手が引っ込んじまったよ。はいはい、もう適当にさばいててくださいよ。うるさいので向こうでさばいててください。お尻ペンペン、お尻ペン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 、お尻ペン、お尻ペン、お尻ペン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 、お尻ペン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 ペンペンペン、お尻ペン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 、お尻ペン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 、お尻ペン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 。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ、時には僕の胸で泣いてくれよ。ああ、スルル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 ル。ということでね、あざした、あざした学園、あざした学園2、あざした、あざした。お尻が痛いのでやめます。お父さん帰ってきたら嫌なんで。